鶴田軍は全日本プロレスでジャンボ鶴田率いるプロレスラー軍団である。鶴田はジャイアント馬場の指導を仰ぎながら世界の一流レスラーと戦い抜き、1983年8月31日、倉前国技館で行われたインターナショナルヘビー級選手権でブルーザーブロデから日本のプロレス開催高の名誉であるタイトルをダッシュしたとき、師匠の馬場からよくやった。 今日からお前がエースだと祝福を受け、これをきっかけに、ババとの指定コンビを解消。その年の秋から天竜源一郎と鶴竜コンビを結成した。1985年からの長州地から,ら、ジャパンプロレス勢との構想で名実ともに全日本のエースとして成長した鶴竜コンビであったが、1987年に長州がジャパンを離脱。これに危機感を持った天竜が、 鶴竜流コンビを解消し、アシュラ、ハラと、天竜同盟を結成し、鶴田と敵対関係となる。鶴田も、元ジャパンのタニツヨシキと、五輪コンビを結成し対抗したが、1990年に、天竜が全日本を離脱し s w s へ移籍。これに、タニツをはじめ、多数の選手が追随する大量離脱劇となる。天竜不在の全日本マットで、 鶴田の元付け人であった二代目タイガーマスク改め、三沢光春が決起し、鶴田の新たなライバルとなり、川田俊明、小橋健太、田植明ららと、長世代軍を結成。一方で、他日の離脱でパートナー不在となった鶴田は、田上を新パートナーに指名。こうして、鶴田軍 VS、長世代軍の新たな軍団構想が勃発し、全日本は、 空前の人気を迎える。この時期の鶴田軍は超世代軍の他外国人陣営のスタン・ハンセンダニー・スパイ・ビー、テリー・ゴディスティーブ・ウィリアムスと並ぶ4強の一角として世界タッグ王座戦、世界最強タッグ決定リーグ戦などで活躍していた。しかし、鶴田が1992年末に B 型肝炎疾病により長期離脱を余儀なくされ、これ以後、 鶴田軍の二番手であった田植えが鶴田軍をリード。1993年に川田が三沢越えを目指して長世代軍を離脱し田植えと共闘し正規軍を結成鶴田軍を事実上継承した。鶴田軍は全日本のエースであるジャンボ鶴田のユニットなのでいわば全日正規軍的な立場ではあるが長世代軍との対戦ではヒール的に見られることも多かった。 ありがとうございます。